東京ゲームの超本格ゴルフゲーム、ロストボール。どう見ても超本格なわけないだろ。早速スタート。一段目。めちゃくちゃ遠すぎる。この女の子そんな飛ばせられないだろ。風が吹いてるフィールドで、打ち方は、矢印が動いてちょうどよく止めるだけ。パワーの調節とかはできません。しっかりラフに飛んでいったぜ。フェアウェイの範囲が小さいのでしょうがないですよ。ラフ、それっぽい探し物ゲーム始まったぜ。ロストボール、もしかして、ラフに入ってからがメイン。草むらになんかいるぜ。なんでゴルフ場にヘビいるんだよ。草むらを嗅ぎ分けて、ボールを探します。3段目。バンカーが大きくありますが、そこには入れませんよ。バンカーの横になんかうっすらいるぜ。ナイスショット。4段目。ワニするかよ。ナイスショットができると、丸ごと飛ばせるみたいですね。一体ワニで何があったのか逆に気になるけどな。ここは水、越えられるか？しっかりと水ぽちゃ。ウォーターハザード。金の玉を持った、女神が現れました。もう片方の手には落としたボールだぜ。ここはあえて、女神のタンコブゲット。女神の怒り収まったぜ。そしてこのタンコブを、投げ返す。また続くのかよ。女神大激怒。金玉はもらわず、タンコブとただのボールをもらいます。やったー！ウォーターハザードから抜け出せたぜ。5段目。待て。なんで水の上に立ってんだよ。薄い水たまりにも程があんだろ。ここの広いバンカーも越えられなさそうですね。小さな切れ目のフェアウェイには、乗っからなかったぜ。バンカー。磁石ゲット。砂にヘビいるのバレバレだぜ。磁石と砂といえば、砂鉄、点々が固まってるとこあるから、砂鉄取れそうだぜ。お、なんか発見。磁石そのままくっつけたら取るの大変だろ。時に火がつけられてるので、このままぶち込んでみましょう。砂鉄の部分だけ取れたぜ。どうなるかな？ダウジングをゲット。いきなり変形しすぎだろ。これがあれば、ゴルフボール探せます。まずは左。そこはヘビいるだけだろ。左は無反応。次は右。動いたダウザーの才能ありましたね。ダウザーってなんだよ。発見。6段目。ここはフェアウェイ多そうですよ。デコボコしたとこ全体的にダメそうだけどな。では、サイドから。これはどうなる？ちゃんとミニゲームに巻き込まれるぜ。穴。モグラ叩き？そうみたいだな。とりあえずピコピコハンマーをゲット。これでモグラを叩けってことか。横には何があるのでしょうか？さっきボールを飛ばしたとこ。この木の近くだぜ。ではピコピコハンマー。ボールあったー。モグラ叩きは？モグラ叩きスルーしてしまったぜ。次は、川ですね。この川は越えられないぜ。あ、左に小さい石があったのに、見落としてました。川ポチャだぜ。ここは普通に拾いました。8段目。また水の上に立ってんじゃねえか。この川も浅かったみたいですね。浅いってレベル超えてるけどな。お、これはフェアウェイ？キー。フェアウェイの上に木があるとかどうしようもないぜ。赤いボールをゲット。それリンゴじゃなかったのか。蜂の巣は虫。木の陰の白いのも一旦虫。さて、どうしましょうか。右見てからだな。壺の中に水と蛇。水に赤いボールを入れてみると水が赤くなって、まさかまさか。白いボール出てきたー。なんだよ。いつの間にゴルフボール赤くなってたんだよ。9段目。何事もなく木の上から打とうとするなよ。これは、安全なとこが見当たらない。崖、越えられるか？やっぱり落ちていったぜ。谷。ロープ発見。準備万端じゃねえか。木にロープを巻いて、ボールを拾いに行きましょう。カップはついに目視できる距離だぜ。めちゃくちゃ都合のいいとこに置かれています。手を伸ばさないと取れないぜ。ここだ。10段目。カップの穴、でかくないですか？あんなでかかったら簡単に入りそうだぜ。とりあえず、ボールをグリーンに乗せます。風吹いてないから右にずれてるぜ。割と近くに落ちたのでは？11段目。これで、やっとおしまい。11打もかかるゴルフは長いぜ。グリーンに乗ってもパターは使いません。しっかり打ちます。ナイスショット入りました。あとはボールを取り出して終わりだな。カップが謎に大きいことが心残り、人が入れる広さあるぜ。さあ、どうなる？手を伸ばし。どうしてそう起きるんだよ。ゲームオーバー。本当のカップは、遠くにある方だったみたいです。またそういうのかよ。お、これは、2個目のカップに入りました。壺がめちゃくちゃ怪しいぜ。しかし壺はスルー。最短でボールを拾いに行きますよ。さあ、どうなる？もう人が入れるサイズじゃないですよ。取れたー。コングラジュレーションズ。やっとクリアだぜ。Thank you for playing.